えー、学会の平松です。今日はいただいた質問で、マイクロシャントもニードリングが必要、あの、可能なんですかってご質問いただいたんで、お話しようと思います。えー、ご質問。 やります。ありがとうございます。いずれにせよ、主治医と相談ですが、えー、30代でトラベクレクトミーの穴が埋まった、マイクロシャントも検討なのかなで、マイクロシャントもニードリング可能ですかニードリングって何なのってマイクロシャントって何なのってあると思うんですけど、マイクロシャントっていうのは、まあ、えっと、目の玉にですね、ちっちゃいチューブを入れて、目の玉の中から外に水を逃がしてあげるような手術になります。だから、トラベクレクトミーっていうね、緑内症で一番効く手術に準じる手術になりますね。ただし、えっと、これは、やっぱり、 レクトミーに比べるとちょっと弱いって感じです。ニードリングって何なのっていうとトラベクレクトミー手術した後に眼圧がまた上がってきちゃうことがあるんです。それは目の玉が中から外に水が逃げる通り道っていうのはちょっと塞がってきちゃったりだとか逃げ道がちょっとある程度しか確保できなくなってきたりっていうところがあるんです。でそこの狭くなった通り道を針でニードルニードルって針のことなんで。で、こう。 広げてあげるというかな。まあそういうことをするのがニードリングっていう感じになりますね。まあ入院とかせずに結構外来でできるので、まあそこはメリットといってありますね。えー、結論から言うとプリザーフローもニードリングします。結構効きますね。あのー、やることあります。うん、なので、あのー、やることもあると思ってください。まあ何でも何でもやるわけじゃなくて、必要な時はやるっていうふうに思っていただければと思います。 まあこんな感じでいろんな疑問、質問をお答えしていきますんで、チャンネル登録、ベルマーク、またコメント欄にコメントよろしくお願いします。